お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM プロ野球チアリーダーカード2023の舞でございます。以前はね、花の方をねやったんですけど、今回はそのね舞の方をやっていきたいと思います。こちらは1パック7枚入りで1ボックス18パック入りなので9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の9パックやっていきたいと思います。では前編の9パックやっていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。はい、これはね千葉ロッテの、ゆうさんでございます。西武ライオンズのこれはゆまりさんでございます。で楽天のしおんさんでございます。で日ハムの塩沢美咲さんでございます。でヤクルトの、まゆさんでございます。でこちらねソフトバンクのこれ副キャプテンの真央さんでございまして、巨人の土原一花さんのこれね、キラーでございます。続いて、2パック目でございます。これは千葉ロッテの、サブリーダー鈴鹿さんでございます。楽天のちなみさんでございます。で中日のこれはめいさんでございます。で巨人の山本かりんさんでございます。でリナー、これヤクルトのこれダンスリーダーですね、リナーさんでございまして、でこちらホークスの、真央さんとちなみさんのね2人のカードでございます。で楽天のちなみさんのこちらね、キラキラでございます。ちなみにね、番号はね、掘っておりませんのでねご了承ください。3袋目でございます。楽天の、春さんでございます。ヤクルトの、カレンさんでございます。西武のこれはまさきさんでございます。巨人の山口ちかさんでございます。で阪神のこれともはさんでございます。で楽天のクララさんと、ね、春さんのカードでございます。でこちらね、ロッテのゆりさんのこちらでございます。4袋目でございます。楽天のルカさんでございます。西武のアイハさんでございます。ロッテのこれリンさんでございます。巨人のこれは押しのさくらさんでございます。で阪神のこれあゆなさんでございます。ソフトバンクのミクさんでございます。でロッテのこれアイさんでございます。5袋目でございます。ヤクルトの、ルナさんでございます。巨人のこれ高橋ひかるさんでございます。ロッテのアスカさんでございます。
楽天のキミカさんでございまして、西武の夏美さんでございます。で、直筆サインカード出ましたね。お、日ハムでございます。我がね、ひいきしてる日ハムのチアリーダーの直筆サインカードが出ましたね。大野さんのこれ直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、90分の45となっております。ちょっとね、映像がぼやけてしまったんですよね。ね、こちらね、日ハムの大野選手の直筆サインカードゲットでございます。続けていきます。ソフトバンクの、ルナ選手、ごめんなさい、ルナさんでございます。6袋目でございます。巨人の佐藤美優さんでございます。で、日ハムの田中志優さんでございます。で、ヤクルトの、サナさんでございます。楽天のクララさんでございます。これはロッテの、マミナさんでございます。ソフトバンクのメイさんでございまして、で、日ハムのこれ神山、マナさんのこれキラでございます。7袋目でございます。西武の、正木さんでございます。巨人の山口千佳さんでございます。阪神の友葉さんでございます。ロッテのサブリーダーの鈴鹿さんでございます。楽天の、これちなみさんでございます。ソフトバンクの奈々さんでございます。で、巨人の高橋ひかるさんのひらでございます。8袋目でございます。日ハムの田中、これアンナさんでございます。中日のこれは水木さんでございます。楽天のメイさんでございます。こちらね、ロッテの、萌子さんでございます。西武の千尋さんでございます。ソフトバンクの総さんでございます。で、阪神のうららさんでございます。で、ラストの9袋目でございます。千葉ロッテのアスカさんでございます。楽天のキミカさんでございます。西武の夏美さんでございます。日ハムのサブキャプテンですね、山口玲奈さんでございます。で、阪神の篠さんでございます。で、ソフトバンクのルナさんで、最後は同じくソフトバンクのミクさんのキラでございます。以上で、BBM プロ野球チアリーダーカード2023のマイ、前編の9パック終わりたいと思います。で、こちらでございますね、我が日ハムのね、直筆サインカード、ね、大野さんでございます。このね、花の方でもね、日ハムのね、直筆サインカードをね、ゲットいたしました。なんかね、日ハムとはね、ちょっとね、縁があるなってね、感じはしています。で、後編も9パックやってきますので、見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。